三四郎です『オールナイトニッポン』やってます業界のメインストリームど真ん中報復絶踏の2時間にリスナー全員栗ツ天魚の板踊ろぜひ聞いてください楽しいです放送は毎週金曜深夜1時からいやー面白い三四郎のののオールナイト日本あのねこの間 っていうか、もう今放送されてるんですけれども、えっと、今週ね、えっと、フジテレビの深夜で、えっと、ローランド先生っていうね、番組がやってたんですよね。これ、えっと、ローランドさんで、ホスト界の帝王、ローランドさんのね、初冠番組で、進行が僕で、えっと、フジテレビのアナウンサー三人のお悩みを解決するみたいな、ローランドさんがね。 それで、えーと、一番最初聞いたとき、それ、フジテレビの帯でやるっていう、うん、帯っていうのはその、まあ、今週だけだけれども、うん、えと月曜日から木曜日までやるんですよ、うん、10分間ずつやるんですけれどもって言って、一番最初、ん 楽屋で聞いたんですけれどもその打ち合わせして、うんうん、これドッキリかと思ったね、うん、何やこの「ローランド d 先生」うん、結果でもね、えー、と今週流れたわけで<ー>、うん、ドッキリではなく、うん、実際ドッキリじゃなかったわけで先週の金曜日、うん、収録があって、うん、このラジオの前だよね。うんその えっと「ひねくれ3」っていうね番組をやってるのね山里さんとハライチの岩井君とそのあとローランド先生の収録があるってことでそれでちょっと自分でもなんかトリッキーな組み合わせだからさちょっと面白いねって言ってほしいから「山里さんこのあと仕事何ですか?」とか自分から聞いちゃって「岩井君は?」とか「小宮さんも何ですか?」って。 僕そのローランドさんと二人でね冠番組、ローランドのそれあフジテレビのアナウンサーのね相談を乗るって、いうなんすかドッキリなんじゃないですか、ドッキリじゃないっぽいよ、これはとか、そうそうそう、自分から言っちゃってさ、変じゃん、だってローランドと僕の並びって収録場所はねテレビ局ではなくね新宿・歌舞伎町、ローランドさんのお店。でもちょっと 気難ししい人だったらどうしようよとかちょっとだけ、うん、まあまあテレビとかで、ね、見たことあるじゃんどういう感じかってまあ、うん、みんな見たことあるけどどういう感じの人かってちょっとベールに包まれてるじゃん、うん、まあねうん。うん まあキャラもあるけどさ、ちょっとミステリアスな感じで、ツッケンドな感じなのかなとか思ったりしてさ、怖い人だったらどうしようとかさ、思ったりしてて、それでまあ入ったら、ーランドさんまだ入られてなくて、ローランドさんのお店にね、そしたらなんかイグジットもいてさ、イグジットがなんか楽屋にいて、フジテレビのアナウンサーさんもいたんだけど、イグジットはなんか金曜日を担当するみたいな。金曜日、小宮さんが出れないからって、金曜日なんてなんかあったかなみたいな。 聞いたらマネージャーに「オールナイトニッポン」これねそうそうそうこれの裏かぶりってことでってグジットになった金曜日だけ金曜日の EXIT の新婚何でって思ったんだけど急にそう急にねそうそれでえっとまあとりあえず楽屋で話してたどういう人かなローランドさんって僕も分かんないですねみたいな感じにグジットとか言ってたマネージャーさんがねもう真っ黒な服着たちょっとかっこいいイケメン風のマネージャーさんがタピオカジュースをね3人にえっと 渡してきて、うん、あこれえっ、ー、とローランドさんからです。うん、まだローランドさん入ってないのに、うん、えっとローランドさんからです、うん、タピオカジュース、うん、すごい生きだやば<ー>これがホストか。 ホスト、いや、ホストかっていうか、ホストの帝王か。すごいな、これは。って言って、タピオカジュースなんて、でも、まあ、流行ってるけれども、女性好みの味ね。まあね。やつかなって、女性にプレゼントするやつだな、ローランド。それちょっと分かってない男性の僕が飲んでみたらめちゃくちゃうまい。ローランド仕様になってるのかなめちゃくちゃうまい。最高だなって言って。逆にこれプレッシャーやばいなと思って。タピオカジュース飲んでさ、進行ぐちゃぐちゃやばいじゃん。 ちょっとプレッシャーもね同時にかかって飲ませたぞみたいな感じもあってまだローナルドさんが来られてないんだけどちょっとトイレ行きたいと思ってトイレ入ったらトイレがもう赤い内装赤い真っ赤になってて便器が真っ黒。 真っ赤の中に真っ黒真っ黒。シャアザクね。シャアザクの。シャアザクの仕様で。しかもそう。どういうシステムかわかんないけど、おしっこしてたら、その、もう、立ち、立ちのところはないわけよ。立ちの、えっと、ところはなくて、えっと、もう便器。の、便器がない。個室が2つある。あはいはいはい。それで男女兼用なんです、しかも。それで、えっと、手を洗うところは一緒みたいな感じ。 なっててシャワーザクで、えー、とトイレ<笑い>その<ん>おしっこしたらどんなシステムか分かんないけどどういうシステムおしっこ、えー、してたらクラシックが流れな<ん> <laughs> いえー、すごいな何このシステムって<ー>これどういうシステムか分かんないんだうそうだね。 見てるわけでもないしの見てたら嫌だろうね。あの上からちょっと監視されてて。<laughs> 流したなって。<謀>わかんないし。手導かどうかわかんないけれども。<laughs> まあエチケットのために。だから女性も入るからね、みたいな。まあ、じゃあ女性に対してもそうなんだろうね。そうだよね。そうそうそう。そのホストのクラブの新人のやつがやってるわけじゃないよね。そう,そうそう。<laughs> <laughs> 担当とかないと思う。それも嫌だしさ。 それでまあ出て行ったら、まあその、待ってたのが、まあその、アナウンサーの方で、うん、そうあの、まあ男女兼用だから、ちょっと気まずいと思って、うん、ち,っちゃんと流した、うん、流したかな俺とか、俺、とああ、ちょっと気になるね。そうそうおしっこの音量半端ないからな、俺は。うん、どこで強かっての <laughs> <は>半端ない。<laughs> それ、それ何なの <laughs> 半端ない。いや、別に <laughs>、少量でもいいし。<laughs> そうそう暴行がパンパンだった何それ。<laughs> パンパンでもないのに、すごいし。 パンパンじゃないのよ。パンパンだったし。パンパンだった。ったいやいや、パンパンだったらもっとすごいしね、あと。うん、そうそうそう。<laughs> そう、膀胱大きいしね。うん 高校生ってそれ何そうそうそうすごい激流のように流れるしねか段すごくないようだから多いから流したかなとか気まずいじゃん男女一緒のところのとこやべえと思ってさしかもアナウンサーの前でってね思ってそれでいいやいや少量より激流のほうがいいでしょ だからクラシック邪魔だなとか思ってたり。そう,そうそう、僕はね。溢れそうだったし。うん、溢れそうだったし。<laughs> <laughs> おっとっとっと,と,と。おっと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 ,と,と。二回に分けたし。<laughs> 大丈夫。<laughs> そう、それで。れ大丈夫。じゃあ、<laughs> うん、そう、それで、えっと、待ってたら。<laughs> ええー。真っ黒の、えー。真っ黒い、えー、っと、全身真っ黒い出たちで、サングラスかけて、金髪ロン毛の。出いたちでね、ローランドさん。はいはい。 っててきいわゆるローランドねいわゆるローランドが入ってきて「よろしくお願いします」みたいな感じでもうすごい礼儀正しいかとそれで始まっててフジテレビのアナウンサーさんとかもね「そのあローランドさんだ」みたいな「よろしくお願いします」みたいなんか僕に対する挨拶のそれとは全然違うの全然僕の方が年上だしなとか思ったりローランドさんよりね芸歴上らよね僕の方がだから僕に対してすごい礼儀とかねちゃんと。 するのがね、セオリーじゃん。本当はね。全然ノーラドさんの時の方が色見気立っちゃってさ、みんな。お願いしますみたいな感じな <laughs> そうそうそう。そうだね。そうだね。まあ、絶対。まあ多分ね、僕の方が年上だしね。あっち、だからオフィシャルサイト27って書いてあった。<laughs> ちょっとそうそう。調べた。そうそう、調べた。だから多分僕の方が上じゃん。だから。ああ多分じゃない。絶対。<laughs> おそらく上だから。絶対絶対。いや、稼ぎこそ違いの。稼ぎこそ違いの。稼ぎも違うし、年も絶対違う。おそらくね。そうそうそう。全然上。うん。9個上。9個上。ちゃんと数字入れるのよ。そうか。9。うん。絶対9。わかったよ。悪かったよ。うん。それで、あの、まあ始まったんだよ。始まって、ローランド先生、始まりましたって言って、この番組はフジテレビの女子アナウンサーの悩み をローランド先生が解決する番組です、うん、面白そう。と、うん、いうことで、えー、と始まったんですけど、うん、えっとでそれでもうカンペも何にもないわけよ <laughs> どうしようかな、うん、みたいな、うん、そうそうあのあのアナウンサーの方を、うん、その呼んでくださいみたいな受けあのじゃあアナウンサーの方ですどうぞみたいな感じで言ってくださいみたいな。うんうん 呼び込んでくださいみたいな感じもカンペもまだないからこの番組はみたいな感じでってローランド先生ローランドさんは座ってるわけよフォトクラブで足組みながらそのとおりに僕でこの番組はローランド先生がフジテレビのアナウンサー3人の相談を解決する番組で趣旨行ってそれでカンペ出ないから いやにしてもローランドさん、緊張だよ、何も喋っしるべって張それにしてもね、ローランドさん、始まりましたね、アイドリングトークみたいなのが。初めての冠番組ですよね、予想だけどね、そうでしょって言って、どうですかみたいな感じで、どうもこうもないですけど、頑張りますみたいな。 あそうですか。えっと、もう喋ることないけど、アイドリングトークはしなきゃいけないじゃん。ローランド・ブッシュは聞けなかったんそこで。そうそうそう。いや、そう、まだね。だから、ローランドさん。てか、僕のこと、ご存知ですか知ってますかって言って。それで、えっと、まあ、イメージではさ、あの、喜ばせる職業だからさ。あ、いつも見てますよ。面白いですね。じゃないけれども、なんか、いつも見てますよって。まあ、僕の方が年上って多分ね、とこもあったりもう、中上。中上。 絶対うん。仲良くやれるかなっていうのも、まあっちもね、あるわけだからさ、いつも拝見させてもらってますよ。あ、面白いですね。とかさ、うん、すごいバカやってますよね。みたいな。それかもう全く知らないです。みたいな。それもローランド節じゃん。夜はこの職業なんでとか、夜の番組出られてるかもしれないですが僕ちょっとそういうの見ないんで、みたいな。そういうローランド節があるなと思って、僕のこと知っていますかって言って、あ、知ってます。みたいな。おそれもう終わったぞと思って、知ってます。 結構大変なしあの仕事だと思ったででもまあまあ、どう思ってます僕のこと。うん、って言ったら、うん、なんか頑張ってるなと思ってますて。あ、そうとか、ちょっと待ってくれよって。<laughs> 頑張ってるなって。ちょっとすげえ上だなって。やば。うんこれを 分ける回やるわけよそんな自信ないよこの人うん年上だからね僕の方があと芸歴上だし中ねもう言われちゃうんだねすぐそうそう多分ね9999芸歴も上だしそうだからさ絶対オベッかっていうかちょっとね持ち上げてくれてもいいじゃんうんんでそんな感じになるのまあカリスマ性こそ違いのね確かにあっちの方があるよすごいからねそうそう膀胱は僕の方がパンパンに大きいしね かっこ悪いよそうそう。大きいけれどもね。<laughs> 多分。うん。そう。これは多分だけどね。 そうなんだよね多分からちょっとおべっか使ってくれてもいいかなとかね、やっぱり仲良くやるわけ、10×4 やる自信ないよ、2人だけだからね。それで始まったんだけど、でもアナウンサーの方呼び込んだら、そこからうまくやってくれてみたいな感じで、それでなんか、毎回毎回、お決まりのくだりがあって、だからアナウンサーの人が悩みを相談するわけ、それとは好きになった人はだめ男ばっかでみたいに言ってう どうしたらいいでしょうかみたいな。そ<ー>たら一回カンペみたいなのが出て、うん、小宮さんの見解はみたいな、あるわけよ。小宮のうそう僕の見解は、ダメ男ばっかだから、うん。うんうん じゃあまあ蓋を開けたらだめ男ばっかだったんだったら、じゃあもう真逆なタイプを好きになったらどうですかみたいな、思い切ってね、真逆のタイプを言ったらどうですかって言ったら、いや、それはだめですね、みたいな感じそういうことじゃないですよ、みたいな感じで、アナウンサーの人が言って、相談してる人がそうそうそう、いや、それはちょっと極端すぎませんみたいな、朝からかね。じゃあ、そうそうそう、じゃあ、ローランド先生、お願いします、みたいな。犬的なね俺が これ毎回やんなきゃいけない。確実にね、かますいのだな。そうそうそう。それはな。な寝顔が不細工で、みたいなね。悩みとかあったら。そう、寝顔が不細工なんですよ。でも、言ってもそんな不細工じゃないでしょ。写真があります、みたいな。あ、かなり不細工ですね、みたいな。どうしたらいいでしょって言って、僕が、あ、じゃあ、その、みんなが見てるところで、寝ない方がいいんじゃないですか。いや、そんなことはね、無理でしょ、みたいな。では、じゃあ、ローランド先生の件、やだよ、俺だってさ。あの、早く行くじと来いと思ってさ。 辛かったよ。でも一番最後ね、ローランドさん帰るとき面白かったです。ありがとうございますって帰ってっジェントルマンと思って。井口と一緒で。三四郎のオールライト日本あの、酒井とさ、あの、アルピーノ、アルコピースの酒井とあの、うなぎ食いに行こうって話になってた先週行ってたもんね。だってそれで酒井はろくなことやんないから。いや、そうそうそう。ろくなやつじゃないから行きたくないって言ってるね。ジェントル酒井ジェントル酒井。 ジェントル <laughs> <う> <laughs> エセヤンキーねあいつはエセヤンキーの、ね、ジェントルのかけらもない、うん、本当にあいつは <laughs> でその前は行くって行ったじゃんで行ってきたんだよねその日曜にね、うん、なんか気は向かなかったけどなんか日曜うなぎ食うべっていうラインも来たしでなんか誰が来んのって言ってエセジェントル。 エスジェント。ジェントルヤンキー。いいんだよ、そこ。何でも。ジェントルヤンキー。話させてくれよ。ごめんなさい、ちょっと遅れて思いついたもんごめんなさいね、すみません。で、そんで、誰か来るのって言ったのよ。二人は絶対やだ。からさ。で、そしたら、後ろシティのアスワが来ると。っていうことで。同期だからさ。 はは JCA 時代からね、うん、ずっと一緒だったらね人力車の養成所時代からそうあっあすはだったらまあ別にいっかと、うん、なんかその悪乗りみたいなのもなさそうだし、うん、あいつだったら、うん、その前の浅草でねうなぎ食べた時はさ、うん、その作家の福田さんもさ、うん、いて、うん、その堺井福田拓は本当に悪いのよ いの悪くてだるいこの2人が出会っちゃうと思うマジでい。そう非ジェントル非ジェントルでジェントル認定されました非ジェントル認定マジですぐ確定ですよくないって言ってたもんねそうむちゃくちゃ言ってくるからでまあ明日が来るんだとまあ別に3人だっていかと思ってでいこうってなったんだけど で、えっ、ー、と、堺に、一応、その、20時半ぐらいに、あのーそ、日曜にさ、その、営業があったから、開館ラーメンがあった。20時半ぐらいに、羽田に着くよ、みたいな感じで、その、堺に送ってたのね。おうおうでも、そっからうなぎ屋だったからさ、うん、まあ、ちょっと、早いからね、閉まるのが。あ、うん、あ、うなぎ屋は。そう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 。うん、で、まあ、遅くまでやってうなぎ屋があるっていうことで、はい、堺が見つけて、で、新宿にあったから、うん、新宿に、まあ、着くんだったら、まあ、21時ぐらい。 じゃあ21時にし新宿集合でいいんじゃないと。その店集合でいいんじゃないと。うんうん、で、まあ、あのー、日曜ね、そのライブがあったからさ、それ終わりで向かうんだけど、うんうん、ま、あその巻きもせず、押しもせずで、うん、あの、時間通りの新幹線で帰ったんだよね。うん、で、うん、新横浜に20時20分ぐらい、発車したんだよ。で 一応その旨を堺に送ったんで LINE 今新横浜出たよ」とそしたらすぐ返信して「いや早」と「羽田20時半」って言うから「明日は21時過ぎに新宿って行っちゃったよ」ああそっかそっか俺羽田って言ってたわ」と思ってあ勘違いしてたん品川じゃなくて羽田って言ってたわって 京都だからね、新幹線で帰ってきて。そうそうそう。でも、羽田からタクシーで30分ぐらいだし、21時、まあ間に合うからさ、その、勝手にその21時で決定したのを変えんなよと思って。なんか21時、次に明日は来るみたいな感じ。21時でいいよ。別に間に合うから。で、しかも品川着くのは半ぐらいだし、品川から新宿までタクシーで30分ぐらいかかんないから、 今タクシー乗ったら時間通り21時に着くよね。うん、だからそれを言ったの。はいはい、21時に俺は着くよ。ぴったり。うんうん、でそしたらあいつがなんかその、いやタクシーって不合かよ、うん、とか言ってたの<ー><い>はいはいはい。いや、不合ではないよ。 そのツッコミが違うよと不合じゃないこっちからしたらタクシーすごいな不合だよっていうぐらいじゃないでも不合かよだけだったからお前すげえなとかじゃないだから不合かよだけ来たのよ不合じゃないよ不合だったらもっとすごいからお前より売れてるだけ不合ではない決してそうお前よりは売れてるだけで少しだけ そんなそんなピリピリイライラすんだったらそし明日は早く来るように言っとくわ」みたいな「うんうん」「いや別に21時過ぎなんに来るって言ってんだからよくない?」とまあな別にみんなぴったりさ勢ぞいしてもさしょうがないわけじいやじゃあんかもうよくないって思ったんだけどで俺新宿着いたぐらいが20時55分ぐらいだったのん。 で、そこから歌舞伎町を歩いてって、うなぎ屋歌舞伎町のうなぎ屋さんとね、うん、だから21時ぴったりに入ったね、うん、そしたら、あのー、座敷にね、もう二人がいて、あそ、うん、だと酒井がいてさ、うん、そしたら酒井がなんか、いやいや、遅えよとか言って、うん、いやもう21時だからとか。 だから言ったろバカと思って。腹立つ。21時なんだよ。ぴったりなんだよ。ぴったりじゃん。すげえじゃん。うん。すげえじゃん。もう、お前、ぴったりに来れんのじゃん。いやいや、じゃん。そこはもう小学生とかから。ジェントルかよ、じゃん。時間守るって。ジェントルかよ。ないと思うけどな。ジェントルかよ。早くついてもね、ちょっとね、気使うかもしんないし。そうそう。ぴったりで、ジェントルかよって。 言われてそう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 でいやんかそう言えよと思ったんだけどまあまあまあいいやと思ってで乾杯したんだよねそしたら酒井がなんか明日はに「いや明日はこれ何だっけ?」っってもう先になんか津波みたいに頼んだのね串みたいなこれなんだっけみたいなこれこれ間に食わせたいこれ間に食わせてとか言ってで明日はが「いやこれはヒレだよ」つってうなぎのヒレね で、ヒレだよっ、つって。そうそうそうあ、ヒレヒレあだ、うん、これ、これ食ってみマジ、うん、マジやべえからマジやべえこれヒレやべえから、うん、とか言って、ずっと言ってんだけど、あのー。 俺、ヒレ食ったことあんだよ。まあね。そ、そこと美味しいってことじゃないだって。で違う。俺ね、そ、そこのうなぎ屋も行ったことあんのよ。そうなで、そこのヒレも食ったことあんのよ。お前はね、売れてないから、ここのヒレ。そして、うなぎ屋のヒレ、お前は食ったことないかもしんないけど、俺は食ったことあんのよ。 そしてそこもライブ終わりで行って食べたこともあるし、祝いも何でもない。ただのライブ終わりに行ったこともあるし。で、まあまあ、でもうまいのよ。うん。そううまくて。で、一通りまあ食べて飲んで、まあじゃあ、締めまあ、あの、うな重。うそれがなんか特二段って言って、一番高い。すげえ、特二五千六千6000円弱ぐらい。すげえな。するやつ。で、えっと、要は、うなぎが2台になったよね。 そう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 。ご飯うなぎご飯うなぎ。うわっていう状態のやつを、まあでもね、せっかくみんなで来たんだから、ちょっと、まあ、満腹にはなってきてるけど、じゃあこんなのね、機会あんまりないから、じゃあ食おうっつって、それ3つ頼んで、1人1個頼んで。で、頼んだぐらいかな、なんか、酒井が、うわ、やっばみたいな感じになったのそしたらなんか、あの、和牛の水田さんから、 LINE が来て、うんあの「何してる?」みたいな「うん、飲まへん」みたいな<ー>今後輩と一人二人で飲んどるんやけど<ー>のが来たと、うん、最悪だと思ったね俺はいやいや最悪ではないよ <laughs> 別にどういうこと いやいや俺も水田さんと飲んだことある前も話したけどフリートークでその面倒くさいんだよ面倒くさいってわけではないよ別にいやいや面倒くさいんだよあのこれにはこれ揚げ物にはビール刺身には日本酒詰めてくるそうそうそうで違うのを頼んでるとか違うのを飲んでるとああ全然分かってへんわみたいな気難しい気難しいそして気を一一倍使わなきゃいけなくなるから ちちちょっと、ねこっちもね、ちょっっっととねねこもどくさいじゃん同期でね集まって、うん、要はこっちもさ、あのー、昔の話とかもさしてて僕らの時代みたいな感じで話してんのにんんそんないいよに、ね、<laughs> い,い,いやなんかそんな感じ話してたのよ、うん、なのになんか水田さん加わるとそう気も使うし一人先輩だしね、うんうん、でしかもさその明日はも料理じゃん うん、料理っていう。まあ、カテゴリーカテゴリー。<laughs> ー<ん>で、水田さんも料理はいはいはい。そう、二人いらないの料理お。いや、いらないのっていうか。そう、バチバチになるから。<laughs> あ、バチバチ。いや、でも逆に仲良くなるかもしれないよな、あの <laughs>。バチバチなの。いやいや、バチバチめんどくさいよ。 西のの料料理理と東の料理そうどっちが本当の料理 <laughs> いやいやどっちも料理だ <laughs> どっちも本当の料理だろ <laughs> <う>そうだから「でなんかちょっと面倒くさいから行くのやめようよ」って言ったんだけど「うん、なんかもう送っちゃったら行くって3人で行くって」みたいなあ三人でいやそう「お前一人で行けふざけんなよ」とか言って,、うん、って言ってたんだけど「もう送っちゃったからもう早く食うぞ」っつってえ了解も得てないのこっちにいやあの水田さんはもう分かったみたいな感じになってんの、ああ酒井はこっちにえ「間も行く?」みたいな聞いてない だから行かないって言ったよ行かないっって言のに行くべこんな機会ないっしょみたいなそれでもういやそう勝手にラインしちゃってめちゃくちゃだよあいつそれでそこでうな重のその2台になってるやつが来てさでまあ食うんだけどまあみんな腹パンパンなんだよね腹パンパンで20時半ぐらいなのよそれでこれ帰ったら最高じゃん帰ってえと思って。 帰り提供の水田さん待ってるから、行くぞ、みたいな感じになって、めんどくせえと思って。で、まあ、なんかその、一緒に飲んでる、水田さんが一緒に飲んでる後輩から場所が送られてきた。ここで飲んでるよ、みたいな。ここで飲んでます、みたいな。で、しょうがなく行ったのよ。歌舞伎町から、その、三丁目の方に。いやいや、これ、違,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 違う違う違う。これは、あの、違うよ。水田さんは悪くないよ。 水戸さん悪くないし俺もだって行かないって言ってんだから酒井が悪いでしょこれはまあまあまあそうでも面倒くさいとか言っちゃってるからさっきのいやそのパンパンだったのよすそうか。厄介とかもあっちゃったそんでそんで三丁目会っていうねちょっと歩くじゃんっていうもうみんなお開きな感じだったんだねこっちはそう日本酒も行ってるしこっちもねで歩いてたんだけど酒井が「おっすねな早くしろよ」みたいな。 水田さん待ってんだよ、みたいな。うん、いお前が勝手に行ったんだろうと思って、こっちさ、朝からその京都行って新幹線移動して、スーツあってお土産あるから重いんだよ。うん、疲れてんだよ、こっちは。な片やお前、ウエストポーチ1個、T シャツ短パンで着やがって。<laughs> で、あいつのラジオなんか聞いたけど、その前、後輩と麻雀行ってたんだよ。完全なオフだろ。早いよ、みたい同じ売れ具合だと思うなよ、お前。めちゃくちゃ言うなおい、俺。<laughs> 同じぐらいだと思うけどね。 そしたら3丁目の交差点ぐらいのところで、うん、なんか酒井があの名刺入れ拾ってね落とし物で。 で拾ってその中見たら保険証とかもなんか入ってたのよいろいろこれは困るじゃん入ってたからもうやばいなってなって交番行かなきゃってなったのねでこれはしょうがないけどちょっとだけその店に行くには遠回りになっちゃうのよでその交番に行こうと思って交番着いたんだけど交番がパトロール中なのねでお巡りさんいなくてもうこっちもちょっと疲れてるからさちょっと交番の前で待つみたいな。 おまわりさん帰ってくんの待つって言ってたんだけど、うん、いやいやでも水田さん待ってるからみたいな、うん、あいつめちゃめちゃ水田さんにビビってんのねし縛られると思ってるから多分、うん、でなんかそれとりあえずじゃあお店行ってあとでじゃあこの飯で届けようってなったんだけどそので、まあ、その交番から店はちょっと近いんだけどでその水田さんのいるお店が、うんあのー、着いたってなってやっとここで休めると思ったら、うんうん、そこ水田さんがいる店じゃなかったの、ね、よ。 店舗違いああじゃあじゃあどこなんだよと言ってたらあの3人で食ってたうなぎ屋のすぐそばなんだよふざけんな何だったんだよこの道ってなってで引き返してる途中にまた違う交番があってねでその交番にも寄るじゃんせっかくだったからそしたらそこはやってたのよ営業中の交番ね 営業中やってはいたの中だってる。<laughs> <laughs> <laughs> 営業中の交番ってパトロール中の交番じゃなくて営業中の交番だったのそうラストオーダー間に合ったのラストオーダー間に合ってあーこれ食べるんですってなって歌舞伎町だからずっとやってるよ歌舞伎町だぜ何せ合計30分ぐらいかけてさ水田さんの店行ってさで会ったんだけどもそんだけ歩いたのにまだお腹パンパンなんだよ俺が水田さんは食べさせたいのよ うまいホルモン屋さんだったから。おーおーでももううちらはごめんなさい腹パンパンすぎますでちゃんと言ったの。<お>そしたら水田さんが目キリッとさして、いやー、そんな状態でこんといて欲しかったなったいな、うん。いや、怖いじゃん。<laughs> ほらいやほらこれがやったま俺はこれがやったまたそのモードじゃん予想してたし予想してた行くみたいな感じの時、いや、俺はいいやって言ったわけだもんね。そう境には。そうだから、食わせたい人なんだから。食わせてうまいやろまあそうだよね。この味フライ、ふかふかやろ先輩としてはいい先輩だよね。いやそうそう。もうね、なんかね、もう、切れてるし、だから、性癖なんだよね。怒るのがね。水田さんは。ちょっと良くないじゃん、それ。ね。何言ってんの 性癖ではないよ。流れがあるから。流れがあるから。これは世界が悪いから、じゃあ、性癖っていうのいらないじゃん。俺知ってたから、これ。知ってたから、ここには触れないようにはしてたけど、でもしょうがないじゃん。もうお腹パンパンだから。でも何も食べれないし。食べれないから、もう何も食べないで、しかも炭酸も飲めないから、お腹いっぱいだからね。そんなにパンパン。そんなにパンパン。だからもうウーロンハイだけ頼んでさ。頼んでたのよ。まあ その前もね飲んで食べてちょってるわけもんでその「明日は」を見たらね「明日はどんな感じか」見たらタバコ吸ってたんだよねタバコ吸ってたんだけど30分前に頼んだウーロンイ全く減ってないあいつもう水分も入らない状態あの煙しか入んない空気しか体に入んないもうそんぐらいパンパンの状態 でもうろくなパフォーマンスも俺らもうできないじゃない食うこともできないし飲むこともできないしパフォーマンスねパフォーマンスできないじゃんそれ求めてないわけだから水田さんはねすいませんっつってでまあまあまあええよみたいな優しいからねでそんで水田さんにご馳走になったんだけどでなんかみんなで出て店出て帰りなんか分かんないけど明日はだけタクシー代4000円もらってたのねうんうんうん みんなまあおののでタクシーで帰ったんだけど、うん、もう気づいたら俺,俺あのー、新宿で歌気付いたらみんな帰って行っちゃった、ね、れ？あれ,あ<ー>あれみんな帰っちゃった <laughs> <laughs> なんならちょっとだけ腹減ってたんだよ <laughs> <laughs> その時には <laughs> だから<ー>マックでハンバーガー買って帰った何 <laughs> 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 だったんだ <laughs> 疲れたわあの飲み <laughs> 最悪ほんとから行くなっ言ってんだよの三四郎の「オールナイトニッポン」<laughs> 三四郎です「オールナイトニッポン」やってます業界のメインストリームど真ん中報復絶倒の2時間にリスナー全員ビツ天魚の板踊ろぜひ聴いてください楽しいです放送は毎週金曜深夜1時からいやー面白い